ゴーカーチャンネル。はい、ボルボの XC60 の2代目ですね、これを今から試乗するんですが、いきなりですけどちょっとここで、大きいギャップがあるんですね。でこの大きいギャップを超えた時のですね、振動がなかなかこの車抑えられていて、もうこういったところからなんか乗り味がこう良さそうだなっていうのが分かるんですね。結構大きい、速度止めのギャップなんですが、こういったところでも、段差を感じないってことはないんですけれども、こう中に乗っている人に対してそれほど不快な印象を与えないというのがいい部分だと思います。では今からこの XC60 に乗ってちょっと市街地を走ってみようと思うんですけれども、まあ私前、スラローム試乗会の模様で、ご紹介しましたけれども、スラロームと高速道路に、この車で走らせた経験があります。その時の印象も込めてお話ししたいと思うんですが、とにかく一言で言って気持ちのいい車ですね、いろんな意味で、まずはシートはもうボルボは昔からシートがいいというのは定評がありますけれども、この新しい XC60 のシートもサイズがたっぷりしてますし、この当たりが柔らかくてですね、気持ちがいい印象がまず一つ、それからこの T5 のエンジン、この XC60 の中ではもう一個この上に T6 というエンジンがあるんですけれども、それがいらないのではないかと思うぐらいスムーズにですね、エンジンも回りますし、音も静か、気持ちよく走らせるという魅力がありますね。それから今日はちょっとなかなか実演はできないかもしれませんが、自動運転レベル2と呼ばれるですね、ステアリングをより積極的にアシストしてくれる、車線の中央からはみ出ないようにアシストしてくれるという機能もありまして、疲れ知らずというか、気持ちよく疲れ知らずで走ってくれるという良さがあります。そしてこのインテリアのこの癒しのような空間、もうこれもですね、とてもいいなというふうに思って、私は実は今先代というか、今でも売ってるんですけれども、 V60 のクロスカントリーという車に乗ってるんですが、かなりこの車を見て悔しい思いをしていると、V60 のクロスカントリーももう半年以上乗って、個人的には大変気に入っている1台なんですけれどもね、この車に乗るとちょっとそれでもやっぱこっちの方がさらに良くなってるなということが強く感じられます。エンジンは直列4気筒の2リッターターボエンジンです。最高出力は254馬力ありますね。で、この T5 で先ほどからも申し上げている通り、なんだ街中で乗るには不便なく気持ちよく走ってくれます。私は今自分で乗っている V60 クロスカントリーはディーゼルエンジンなものですから、そのディーゼルエンジンの経済性の高さ、それから大きいトルクの魅力っていうのを感じていますから、この XC60 にも同じディーゼルエンジンがありますので、そのモデルも気にはなりますけれども、このガソリンエンジンのですね、滑らかなフィーリング、回転を上げていくと同時にこうスーッと伸びていくフィーリングですね、こういったところはやっぱりディーゼルとは一つまた違う魅力にあるなというふうに感じます。で、まずこう乗っていて思うのは、先ほども一番最初冒頭にですね、大きいギャップを乗り越えた時の乗り味が気持ちいいというお話しましたけれども、こう普通に街を乗っていてもその足回りのフィーリングがすごくこういいんですね。ソフトはソフトなんですけれども、そのふにゃふにゃして頼りがないというのではなくてですね、スパッと揺れを収めるところは収めてくれるんですね。そういったところのこうチューニングの仕方がですね、とてもこういい雰囲気になっています。
で、まあ、SUV ですから今こういう大きめのカーブを曲がっていくときに横傾きはありますけれども不安感を感じないというのもいい部分ですね。こういったところはとても、見るべき部分だと思います。でこのエンジン静かですね。今一番聞こえる音はやっぱりロードノイズですね。タイヤと路面が発生させる音なんですけれども、これが一番聞こえる音で、まあ、今この街を走っている分には風切り音なんかはもう全然気になりませんし、エンジン音も全然気になりません。今60キロぐらいで走ってるんですが、エンジン回転は1500回転、アクセルをわずかに踏んでいるだけでもうそのトルクがあるもんですから十分に速度を維持してくれるという良さがあります。そしてまあ安全システムですね。この車の場合は、パイロットアシストというものがついています。これはなかなか前の車に追従しないと難しい部分があるとは思うんですが、よりステアリングを積極的にですね、操作しててくる。今ちょっと聞かせました。今軽く触れてるだけです。結構ステアリングは自分この XC60 の方から操作をしている印象があります。ここにも緩いカーブがあります。ちょっと左側に白線がないので、これが読んでない状態なのでちょっとアシストが弱い感じはしますけれども、それでもぐいぐいと曲がっていくようなところがあります。あくまでもこれはアシスト装置ですね。自動運転、まあ、レベル2というところにはありますけれども、そのレベル2の中にあるっていうのはドライバーがちゃんと責任を持ってやらなければいけないという決まりがありますから、そのあたりはですね、過信はしてはいけないんですけれども、ある程度、ロングドライブなどでは有効なものだというふうに思います。で乗っているグレードは T5AWD インスクリプションという、まあ、インスクリプションというのはこのここ最近のボルボ そのグレード体系の中では最も、贅沢装備がついたもので、この車などは、マッサージ機能もついています。このサイドの、シートのサイドのところにダイヤルがありまして、今ここ画面が変わりましたが、これを例えばオンというふうにしますと、もうマッサージが今スタートしています。今腰のあたりを強く押したり引いたりしていますけれども、そういった機能もついています。これも私の先ほど言った気持ちいい、この車を表すのに一言で表すのに気持ちいいと言える一つ、だと思います。でもう一つ魅力的なのは四輪駆動を採用しているところですね。四輪駆動というとどうも雪の日しかありがたみがないというふうな考えの方もいらっしゃるようですけれども、乾いた路面であっても、さらに日本で青い雨の時ですね、この時には魅力的です。ここちょっと一旦停止をします。ここからちょっとアクセルを強めに踏んで、ステアリングを曲げた状態で加速していってみましょう。こういう場合今も結構アクセルを強めに踏んでいましたけれども、普段だったら前輪駆動だったら、頭が上がりますから前輪は空転気味になってしまうんですけれども、この車の場合はそういうこともなくてですね、しっかり後輪で、駆動力をかけて、ドライバーの思っている方に曲げていっていってくれるというそういう嬉しいところがあります。今こう速度をちょっとこう落とすためのゼブラロードみたいなところ、さらにちょっとこの辺りは路面が荒れているんですが、本当にこう当たりが柔らかくてですね、腰のあるしっかり感のある柔らかな乗り味、これは本当にこの XC60 の美点ですね。とてもいいポイントだと思います。車の豆知識をご紹介する車豆のコーナーです。今回は乗車定員の話をしたいと思います。まあ、カタログの最後のスペック表のところにはですね、どんな車にも、乗車定員で数字が、まあ、いくつと書いてあるんですけれども、私の今隣にあるシトロエンのグランド C4 ピカソ、この車は乗車定員が7名ですね、7名というふうになっています。で、どんな車でもそのなんていうんですかね、シートが7つ分ついていれば7名と言えるのかというと、まあ、そんなざっくり決まっているわけではございません。ちゃんとこれは決まりがあるんです。
道路運送車両法というですね、法律があるんですけれども、その保安基準で、1人につき、特にシートの幅、それから奥行き、まあ、特に幅が、大事になってくるとは思うんですが、400ミリ以上ないと1人分と数えませんというふうに決められています。ですからこれが例えばですね、シートの幅が、390ミリとかでしたら1人分とは数えて、座れたとしても、数えられないと、こういうわけです。ですから実際のシートっていうのは全部400ミリ、その乗車定員の幅以上になっているというわけなんですね。ですから例えば後席、小さい車でですね、後席が、400ミリ以上ですから、試算1200ミリ以上あれば、後ろ3人座れるというふうになるんですけれども、それ以下だと、2人しか乗れないわけですね。この車は5人乗りでもいいのに4人乗りだなというような車っていうのは、だいたいそういう、ところに、5人乗りになれない理由があるわけでして、そういった事情があるんだなということも皆さん、知っておいていただければと思います。